はようございます。 OSP プラスタッフの三宅です。今日はですね、琵琶湖を舞台に10月、発売の新商品のドライブシュリンプの6インチ待望のビッグサイズですね、こちらをメインにして、状況によってですね、この 4.8 インチ、こちらも織り交ぜながら1日釣り込んでみたいと思います。で、メインがライトテキサスとか、状況によってパンチング、キャロー、そういった釣りを織り交ぜながら展開できたらと思うんですけど、一日頑張ってみたいと思います。よろしくお願いします。朝一このショートリーダーの、ちょっとライトなダウンショットからスタートしてみたいと思います。カナダモとは違ってエビモの縦のストラクチャーに対して、今ちょっとタイトに、残ってるやつに対してエビモに対してポール中心 でそこについたやつにするっていう感じなんで、こういうやつがエビモですね。でここはもう軟膏のボディウォーターライン、もろ水が当たってるラインの、ちょうどウィードが生え始めるあたりですね、をライトテキサスで釣っていきたいと思います。でも本当に丁寧に丁寧にウィードの上乗せたりちょっと落としたりっていうイメージで転がしてくるような感じで、でたまにリフトさしてホール入れたりとかっていう感じですね。当たった。そうでもないな。かわいいやつ。かわいいやつですね。かわいい子ちゃんでした。こんなんも食ってくるんですね、このサイズに。ねえ、バームプラスアルファぐらいの大きさですけど、かわいい子ちゃん。基本的にはその時の放水量によってボディウォーター側がいい時とインサイド側がいい時といろいろあって、やっぱだんだんと秋口からウィードの量っていうのも減ってくるんで、それによってバスの着き場所がだいぶ変わってきますよね。でそこをこうその日その日で状況変わると思うんで、ボディウォーターの水の流れとウィードの高さとか質とかを考えながらその日のポジションを考えていくと、結構魚に出会える確率も高くなると思うんで、やっぱドライブシュリンプのロクのいいところって、ホールでもシェイクでもスイミングでもいろんな誘い方ができるっていうのも最大の特徴だと思うんで、その日の状況が変わってたとしても、臨機応変にもう1個のルアーで適応できるっていう、そこはすごい強みですよね。このショートリーダーのダウンショットもドライブシュリンプの6使うときに、今は 7g でやってますけど、これが例えば 2g とかのベイトフィネス寄りのこう超スローフォールっていうかナチュラルな方がいい場合もあるし、ちょっと早く落とす方がいい場合もあるし、もうちょっとウェイト上げて 14g とか2分の1オンスぐらいの方がいい場合もありますし、その時のどのぐらいのウェイト、フォールの速さとかアクションに反応するのかっていうのは毎回ちょっと違ったり、場所によっても変わってくるんで、どのウェイトにしてもシュリンプでドライブシュリンプ6インチすっごいいい動きしてくれるんで、重いウェイトで本当にそれこそパンチングみたいに2オンスとか 1.5 オンスとかそれぐらいのウェイトでももうホール中も誘い続けてくれますし、軽いウェイトはもちろんね、スローホールでもすごい生めかしい動きとか細かい逆手の
振動が全体に伝わってフラットテールとかヒゲとか手足がすごい震えてくれるんで、フォール中の誘いも抜群ですね。琵琶湖にこう代表的なウィードにカナダモとエビモっていうウィードがあるんですけど、その中でこうエビモっていうね、縦にシュッてこう生えてるウィードがあるんですけど、それをダイレクトにどんどん打っていく釣りですね。でエビモってウィードなんですけど、考え方としてはもうそのストラクチャー1個のこう塊として考えてもらって、その際にこのシュリンプ6のショートリーダーのダウンショットですね、これを、フォール、基本的にはフォールで食わせるっていう、できるだけ遠くから見つけて際にフォールさせていくっていう、でできるだけタイトにフォールさせて、でフリーでフォールさせていって、で着底後にちょっと誘いを入れてやる感じですね。当たった。かわいいサイズ。エビも際ですね、今のも。ちょっと遠目からアプローチして食ってきた感じですね。かわいいサイズですけど。で風がちょっと強くなってきたんで、一回流され気味に、半ドラッギングみたいな流しながら釣る釣りを、このちょっとベイトフィネス寄りに振った軽い 2g ちょいのシンカーですね、使ったショートリーダーのダウンショットで、これでちょっとボディウォーターの1段落ちたラインですね、ウィードが、そこをドラッギング気味に流していきたいと思います。でもこの釣りは引っ掛けては外しっていう、丁寧に釣っていく感じで、ウィードの上に乗せて、で引っ掛けて外してフォール出してっていう、でちょっとたまにシェイク入れて、で6インチ結構こういうのにレスポンスよく、フォールもシェイクもめちゃめちゃ反応して動いてくれるんで、そういう特性を利用した釣りですよね。ちょっとウィードの濃いとこ通してきたかったんで、このライトテキサスにショートリーダーからチェンジして、でちょっとパンチングでいきたいと思います。でこういうひしもとかって、そんなに分厚さないんですけど、1オンスとかで普通に通るんですけど、ちょっと僕の場合はワンサイズ重めのシンカーを使うようにしてて、でこうもぞもぞってこうやらないでも一撃でこう中に入っていくようなウェイトを選んでます。でその方が魚にもプレッシャーかけずにいいんで、なんで1オンスでギリギリ通りそうなところは 1.5 オンスぐらい使うとか、もうこれぐらいの投げ上げで入るぐらいの感じで、着水温も結構抑えれるんで、マテリアルが硬いんで 4.8 と6インチに関しては、で結構張り持ちもいいし、ハードに使っても結構壊れたりしないんで、ワームがこういう釣りにも持ってこいですね。
やばいの来ましたね。3キロありそうですね。ね、パンチングドライブシュリンプ、やっぱ相当アピールありますね、この濁りの中で。でストーンと落ちて誘ってたら食ってきたんで、やっぱ下で見てる感じですよね。すごいっすねこれ。いや 1.5 オンス P ライン仕様ですね、ストレートフック61ぐらい。そうですね、口閉じて。パンチングって上に振り上げて入れていく釣りなんですけど、要はこう高く上げて落とす、その勢いで入れる釣りなんですけど、要は貫通できるギリギリの高さで入れてあげるっていう、その着水音をそんなに立たせないっていうのは結構ポイントです。それをマットの分厚さでそれを見極めながら、あのベストなあのキャストっていうのをしてもらえたらいいんじゃないかと思います。で、あの落ちるだけじゃなくてちょっと誘って食う時もさっきみたいにあるんで、まあ、そういう時もやっぱりこのドライブシュリンプってすごい下で自発的にとか、あとシェイクとかですごい生めかしく動いてくれるんで、でフォール中もずっと誘い続けてくれるんで、で擦れ抜けもいいですし、あのパンチングベイトとかフリップベイトにもすごい適してると思います。結構マットじゃないところは普通のこういう適切で、これ6インチの大きい方うわ抜けたやってもうたくっそ食いましたね。やってもうた、もったいない。今回使ってるドライブシュリンプの6で、メインで使ってる6とプラス60アップを釣った 4.8 ですね。で、まあ、これ、ずっとね発売されてる3インチ4インチから継続して、この逆手、これの振動によって、まあ、この、フラットテールとかヒゲですね、で全体の足なんかが、この振動が伝わって、細かいアクションをしてくれるっていう部分は継続して同じですね。でただマテリアルが3インチ4インチと違って硬いものを採用してます。で使用の量も少なめにしてあるんで、まあ、今回 4.8 なんかもパンチングで使用しましたけど、あのああいうハードな使い方してもあのすごくね、あの持ちがいいです。でまあこれセンターラインがあるんで綺麗にまっすぐさせるのと、あとはまあバルキーなワームじゃないんですけど、ここがあの普通はスリットになってるんですけど、その部分っていうのが逆に持ってあることによって、このワームのこのセミリングの最大幅っていうのをしっかり使うことができるんで、まあワイドゲーブの針でもバッチリ使うことができます。琵琶湖なんかね、特にあのロングワームっていうのがすごく多用されるんですけども、ロングワームといえば、まあ、琵琶湖でいったらカーリーテール、それからストレートワーム、この辺りっていうのが定番だと思うんですけども、そのこの6インチなんか特にこういうあのシュリンプ系の形はしてるんですけども、もう本当にロングワームと思ってもらって OK です。で今までにねないロングワームと思ってもらったら OK なんですけども、それがやっぱりカーリーテールにはない、例えば特徴としてはカーリーテールっていうのは細かいシェイクとかその辺に非常にあのねレスポンスが悪い部分があるんですけども、本当にドライブシュリンプはそこはすごいあの細かい動きが出せます。で細かいシェイクにも対応してます。でやっぱりねこのフラットテールとヒゲの部分っていうのがこう隙間が空いて独立してることによって、あのそれぞれがすごいねあのくっつかずに、あのめちゃくちゃ細かく振動して魚にもねあの見破られにくい複雑な動きを出すことができるんで、あの一方さあのストレートアームに関してはあのやっぱりねフォール中に全然アクションがないっていうのがやっぱ痛いところですよね。でこう例えばストンとこう高いウィードの中に落としていった時にも、その動きに対して、まあ、ストンという動きに対して反応するバスは OK なんですけども、このドライブシュリンプに関しては
ロングアームでありながらフォール中にもバッチリアピールすることができるのと、着底後ここでもあの細かく誘うことっていうのができるので、あのそこもすごくね、今までのロングアームにはないカテゴリーのワームだと思います。で具体的にね、どんなリグに対応していけるのかっていうのは本当にね、ほぼ様々な今回もリグ用意してやってますけども、例えば、ね、60アップっていったこういうパンチング、これはまああの6と 4.8 の使い分けでいうと、こっちはすり抜け重視でサイズのちっちゃい 4.8 を僕は使ってます。ストーンって落ちる時にもねアピールしてるのと、落ちた後もやっぱりアピールがある、誘ってアピールがあるので、今回の60もね誘って食ってる部分あるんですけども、そういうあの今までのパンチングアームにはない使い方ができます。これ 7g のダウンショットですけども、ショートリーダーダウンショット、まあ、こういったリグに対してもね、あの直リグ系のね釣りにも若干近いものがありますけども、僕はまああえてフリーにしたいのと、やっぱりこうウィードに引っ掛けた状態で使いたいっていうのがあるので、ショートリーダー使ってるんですけども、まあ、これにもものすごくいい動きを出すことができます。まあ、通常もやっぱりストレートアームでネコリグやる人とか多いと思うんですけども、まあ、こういったシンカー入れてネコリグとしても使えます。これもすごくね、このパーツがピリピリと細かく動いてくれるので、ものすごくいいアピールしてくれます。ドラッギングとかね、風が出た時に結構対応するキャロ、僕が今回使ってるこういうね、こういうライトキャロなんかもちろんですし、おかっぱりのねヘビキャロなんかでももちろんものすごく有効です。ジグのトレーラーとしてもね、動き見ていただけたらと思うんですけど、こういうねジグのトレーラーとしてももう最高にねいい動きをしてくれます。あとはですね、定番の今回も対応しているライトテキサスとかのテキサスリグですね。でこれはもう軽いシンカーからヘビ的、1オンス近いヘビ的のシンカーまで当然幅広くアピールしてくれます。でこうドラッキング気味の釣りするのも、こう丁寧に流していくために魚探でラインをきっちり確認しながらで右に左に投げ分けて綺麗にとにかく通してくる感じですね。丁寧に丁寧に。当たった。釣り結構いい当たりしましたね今の、うん、めっちゃええとこかかってます。シュリンプ6のライトテキサスありますね。50ちょいですね。もうボディウォーターのウィードエッジですね。ちょっとスキニーやけど長いバスですね。はい、お疲れ様でした。今日はですね、ドライブシュリンプの6インチを中心にして、4.8 も織り交ぜながら吸い込んでみました。シャローのパンチングで60オーバー、そして沖の釣りで50オーバーと、まあ、あのいい釣りができたんじゃないでしょうか。あの今までのロングワームにはないそういう要素を持った6インチ、そしてまあこっちのね 4.8 インチも両方ね硬い素材を使って非常にあの使えるワームだと思いますので、ぜひ試してみてください。それとですね、まあ、あの琵琶湖で僕ガイドやらせてもらってますので、ドライブシュリンプの釣りはもちろんとしましてですね、ハードウェイトの釣りも十分にあの楽しめるあの釣りしてますので、ぜひガイドの方にも遊びに来てください。